最近は恐ろしく暑い日が続いてるわね。もう夏も終わりなのにどうなってるのかしら。とはいえ次のライブ開催までもうすぐだし、ますます気合を入れて練習を頑張らないとよね。入るわよ。え、うわあ、ニコちゃんお疲れ様にゃ。床に倒れ込んじゃって、どこか具合でも悪いの？別にどこも悪くないよ。ただ、今日は朝からずっと暑かったから、じっとしてると汗が止まらなくて、少しでも涼みたいなって考えてたら、床が冷たいなってことに気づいて、こうして横になってたんだ。紛らわしい。っていうかみっともないからやめなさい。こっちはびっくりしすぎて汗が引くどころか血の気が引いたわ。ごめんねニコちゃん、びっくりさせるつもりはなかったんだけど、ひんやりして気持ちが良かったから。まったく。それにしても部屋の中がやけに暑いわね。エアコンはつけてないの？え、冷房入れたらもったいないかなって。暑いものは暑いのよ。この暑さじゃ熱中症になっちゃうわよ。それもそうだね。じゃあ早速冷房を強にしてエアコンをつけちゃうにゃ。ふにゃー、涼しい。冷たい風がいっぱい入ってきて、さっきまでの暑さが嘘みたいに消えていくにゃ。冷たい風に当たりすぎると急に体温が下がって気分が悪くなったりするから、ほどほどにしなさいよ。あと水分補給もしっかりとね。ほらニコが持ってきたスポーツドリンク飲んでおきなさい。ありがとうニコちゃん、まるでお母さんみたいだにゃ。誰がお母さんよ。もう、とはいえ確かにここ最近の暑さは異常よね。ちょっと外を歩いただけで汗ばんでくるくらいだし。うん、天気予報によると当分の間は雨が降らないんだって。晴れの日が多いのは屋上で練習するにはいいことなんだけど。それにしたって限度ってものがあるわよ。この暑さの中で激しい運動なんてしたらあっという間に倒れちゃうわ。さてどうしたものかしら。ダンスの練習は早朝の涼しい時間帯に来てやればいいとして、問題は体力をつけるための基礎練習ね。校舎の中で走ったり筋力トレーニングをしたりするのはどう？雨が降った時みたいに過ごせば問題ないと思うにゃ。それも一つの方法だけど、教室の中はともかく廊下や階段は外よりはまだマシって程度の暑さでしょ。長時間の運動はきついと思うわ。あんまり暑くならない場所での運動か。いっそ水に浸かりながらトレーニングができたら絶対はかどると思うんだけどにゃ。水に浸かりながら？それよりん、ナイスアイディアだわ。ニコってば、あんなに夏じゃなくても関係ないって言ってたくせに固定概念にとらわれてたわ。プールよ、プール。プールを練習場所に使えたら暑さをあまり気にせずトレーニングができるじゃない。え、もちろん先生たちに交渉することが大前提よ。そうと決まったらエリたちに相談してみましょう。今から生徒会室に行ってくるわ。ちょっと待ってニコちゃん、リンも一緒に行くにゃ。当たって砕けろのつもりで持ちかけてみたけど、驚くくらいトントン拍子で話が進んで本当によかったわ。うん、エリちゃんたちが理事長との交渉に協力してくれたのも大きかったにゃ。エリたちもちょうどここ最近の異常な暑さについてなんとかしなきゃって考えてたみたいだしね。ニコたちにとっては渡りに船だったわ。あ、でも使わせてもらう条件としてみんなでプール
ル掃除をするようにって言われちゃったけど、ニコちゃんは大丈夫にゃ？もちろん。暑さをしのぎながら練習できることを思えば、それくらいの労働は大したことないわ。それにさっきみんなにもメールをしたら、喜んで参加するって言ってくれたしね。9人でやればあっという間よ。確かにそうだね。かよちんたちも手伝ってくれるんだから、きっと大丈夫だにゃ。でもニコちゃんってすごいにゃ。ミューズの活動のためだって学校の予定まで変えちゃうんだもん。そりゃそうよ。ニコたちはライブに来てくれた人たちが楽しんでくれるように頑張ってるんだから。なのに体調を崩して心配をかけたり、中途半端なパフォーマンスを披露するなんてことがあったら、みんなをがっかりさせちゃうでしょ。ニコちゃん、やっぱりニコちゃんは優しいね。どんな時でも他のみんなのことをちゃんと考えてくれてるところがリンは大好きだにゃ。何よ突然。恥ずかしいわね。とにかく明日の早朝からプール掃除なんだから、今夜は早く寝て寝坊しないようにしなさいよ。はーい。頑張ってプールをピカピカにして、みんなが気持ちよく泳げるようにするにゃ。ふぅ、しっかり磨いたからだいぶ綺麗になったわね。リン、そっちの方はどんな感じ？うん、バッチリ。誰に見せても恥ずかしくないくらいになったにゃ。どれどれ。すごいじゃない。リンの割り当て分のところは結構汚れがひどいところだったのに、頑張ったわね。やっぱりお掃除は頑張った分だけ綺麗になっていくのが目に見えるから、やりがいがあって楽しいにゃ。あ、でもごめんねニコちゃん、さっきは手元が滑ってホースの水がかかっちゃって。ニコもふざけて反撃したんだから、おあいこよ。それにこの天気なら服もすぐに乾くでしょうしね。ありがとうニコちゃん。ちょっと暑いなって思ってたところだったし、リンは水かけ合いっこみたいで楽しかったにゃ。そうね。さてと、じゃあ早速プールに水を入れましょうか。そして水が溜まった後はみんなで水着に着替えて思いっきり泳ぎましょう。了解にゃ。洗いたての綺麗なプールで泳げるなんて絶対気持ちいいにゃ。ま、今日くらいは練習を忘れて楽しんじゃってもいいかもね。お掃除のご褒美にプールを満喫しちゃいましょう。